バイロン・ウェブスターは、イングランドリーズ出身のプロサッカー選手。ブロムリー FC 所属。ポジションは DF。ノンリーグのヨークシティ FC でキャリアをスタート。2007年8月、チェコの FK バニークモスと1909に移籍し、プロデビュー。2009年7月、ベリー FC とドンカスター・ローバーズ FC のトライアルに参加。ドンカスターでは、プレシーズンマッチのウルバーハンプトン。 ワンダラーズ FC 戦に出場し、そのプレイぶりが監督に高く評価された。そして2009年8月9日にドンカスターと正式に契約を結んだ。2010年11月18日、リーグ2のヘレフォードユナイテッド FC に1ヶ月の短期レンタルで加入。2011年3月17日、リーグ2のノーサンプトンタウン FC にシーズン終了までの契約で、 レンタル遺跡。5月17日、ドンカスターを退団し、ノーサンプトンと2年契約を結んだ。2012年7月4日、双方合意の上で、ノーサンプトンとの契約を解除し、リーグ1のヨービルタウン FC と2年契約を結んだ。2013年5月19日に、ウェンブリーで開催された昇格プレイオフ決勝では、ブレントフォード FC を撃破しクラブ史上初の、 チャンピオンシップ昇格に貢献した。2014年6月24日、ミルウォール FC と2年契約を結んだ。2015年2月19日、フルス用ビルにシーズン終了までのレンタルで加入。2017年5月20日の昇格プレイオフ決勝、ブラッドフォード式 AFC 戦では、スタメン出場し1から0で勝利。 二年ぶりのチャンピオンシップ復帰に貢献したユースシニア、ありがとうございます。